はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、モーション謎、縛りプレイ続きやっていきましょう。戦うことができるのは、クラスチェンジ、できないもののみ、6章です。で、ちょっとこっからね、まあ今までいろいろ使ってたじゃないですか。サジ、バッツ、マジ、まあクラスチェンジできないやつ、全員使ってきたんですが、こっからね、絞って使っていきたいなと思います。バーツとマジ使って、リガンちょっと残します。あとサジと。あとで育てます。で、ジュリア。これでいきます。クラスチェンジできないもののみ、さらに選ばれし者。はい。の、こいつらで。マルスは見てるだけ。買い物と宝箱開け。そして制圧がマルスの仕事。鉄の斧欲しいね。サジ。ちょっとサジのやつもらっとこう。テオノの球。はい。まあ、この辺はちょっと使っとこう。鋼はでも持っときたいね。マジ。鉄の斧。テオノが3か。ゾノ、まあ、13でいいっすね。マジは。はい。これでいいっす。じゃあ、行きましょう。マジって HP 上がんないんでしたっけ？サジ上がってますよね。あ、じゃあマジか。こいつか。成長率 10% だったと思うんですよね。どっちかが。サジかマジ。でも守備とか伸びるんですよね。守備力とかは。素早さとか。ただ守備そんな上がってないね。もうちょっと上がってほしいよね。はい。まあ、とりあえず行きましょう。ミネルヴァ。はい、おとなしく従っていただきたい。妹マリアの命は保証できないな。さあ、ここどうすっかな。もうサクッとバーツでやっちゃって、まあちょっとサクサクいきたいなと思います。よし、オッケー。ナイス。もうバーツガンガン使っていきます。ここ、斧打っとったっけ？あ、ないね。はい、いいです。一応、ミネルヴァ。そして、パオラ。で、カチュア。エスト。まあ、こいつら次帰ります。これが、ここまで来る？オッケー。じゃあ、一回倒してからやね。鋼の斧のセットで、行こうか。ちょっとバーツに任せよう。はい、終了。技、素早さ。いいところ上がりましたね。そして守備。完璧です。バッツ。さすがやね。必殺出すね。ガンガン行こうぜ。はい、OK、終了。
ちょっとバーツ無双でいきます。よし、はい、これで終了。ジュリアンはね、ちょっとレベル上げるか迷ってるんすけどね、やっぱジュリアンはちょっと上げとこうかな。はい、ジュリアン上げときます。こいつどうすっかな。はい、まあこれでいいかな。終了。でこいつはいますからね、ちょっと危ないよね。もうバーツいきます。サクサクいこう、バーツで。おら、88か。そうやね。いや、とりあえずテオノでいいな。テオノ使っとこう。倒したか。必殺いらなかったんですけどね。はい、行きましょう。スパ。よし。でマルスは村、急げ。でここ造園あるんすよ。どのラインやったかな、ここやったかな、この山でしたよね確かね。ここに入ったらこっから下造園が出てくるんすよ。でまあ、バーツはここで20にしてしまってって感じですかね。チキという名前の幼い女の子を見かけなかったかね。見てないです。どうかチキを探してくだされ。下流石、武器じゃない、道具で。こいつはクラッシュチェンジできないので、今回の縛り使います。貴重な戦力です。使うと下流に変身することができます。はい、じゃあこっからはね、まあ増援と戦ったりするだけなので、またボス前まで早送りしたいなと思います。
攻撃力が高いね。はい、増援終わりました。ジュリアンいい感じに伸びましたね。守備伸びてくれました。これはだいぶ使いやすくなりましたね。さあ、あとはこいつとこいつね。ジュリアンで倒すか、レベル16、力技幸運 HP。こいつどうすかな。まあ、バーツとりあえず置くか。鋼で。バーツも絶好調。外しました。絶好調じゃなかった。ここで決めちゃってもいいよ。サクッと
本当に決めたか。いいところ伸びましたね。はい、バーツのステータスこんな感じ。まああとはちょこちょこアイテム使っていくって感じですかね。ジュリアンもね、まあジュリアンもうちょい HP 欲しいね。天使の衣もジュリアン使ってもいいですけどね。はい、制圧。メディウス。メディウスが蘇った。まあ、選ばれし者って言われてもね、マルスは戦わないですからね。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。